下島の皆さん、こんにちは。というふうな下りで始まったのは、麻生財務大臣のね、ある選挙演説中の言葉です。選挙カーの上から、下島の皆さんというふうにね、呼びかけたことがあったそうですよ。私ちょっと知らなかったんですけどね。まあ、ちょっと今回ね、そういう記事があるのをちょっと見かけましてね。しかもその記事の中に、いろいろ私が知りたかったことが書いてあるんですよ。これは単なる個人的な嫉妬心からなんですけども、高級料亭に行ったりね、ついにね、あのうな重がどこでその15万の、うなぎを食べたのかも書いてました。いや、これね、これ読みたかったんですよ。記事を提供してくださった方、ありがとうございます。日刊現代だったかな、これ、日刊現代ですね。まあどうもね、 URL 送っていただきまして、いやね、どこのうなぎ屋が15万もするんだろう、10万もするんだろうと思ってたんですよ。私ね、ちょっとね、これね、いただいた特別定額給付金で行ってみようかなと思うんですけども、今度ね、第2次定額給付金がもらえたら、いや、これね、麻生財務大臣の食べていた一食10万15万のうなぎを食べてみたいなね、食べてみたみたいな YouTuber らしい企画をちょっとやってやろうかなと思うんですけどね。じゃあ今日の本題です。日刊現代の記事から、麻生財務大臣のもう豊満なね、お小遣い使いっぷり、もうね、気前がいいですよ。麻生財務大臣の隣にいたらおこぼれもらえるかもしれないですね。まあでもね、全然こぼれてこないのが、麻生財務大臣と同じこの日本に住んでいて、特別定額給付金10万5万そのね、5万10万を絞るわけですよ。どういうことなんでしょうね。麻生財務大臣はね、10万ぐらいパッパと使えよみたいなね、そんな雰囲気でやってますけども、全然国民には反映されてませんね。どういうことなんでしょうね。ということで、皆さんの麻生財務大臣への怒りを、怒りと嫉妬心と、なんかわかんないですけども、いろんな感情をね、ボーンと吹き上げるための今回は動画になっております。まあ、あれですね、決して冷静には見ないでくださいという、そんな前置きで始めさせていただきます。それでは行ってみましょう。いつものように記事を切り替えて読んでいきましょう。それではチェンジ。はい、これがね、例の記事でございます。日刊現代からなんですけども、これタイトルからしてもうおかしいでしょ。給付金に文句ばっかりつける麻生財務大臣、10万円を超える飲食代、73回の異常な金銭感覚。1回の会計で10万円超えるっていう経験、皆さんしたことあります？盆や正月が一緒に来てもこの金額なかなか超えないっていうのが庶民感覚ではないかなと思うんですよ。当然ね、上級国民ですから庶民感覚なんてないでしょ。お金に困っていることは少ない、貯金は減ると思ったらとんでもない、その分だけ貯金は増えたとか言ってますよね。麻生さんね、やっぱりね、分かってないんですよ、お金がどうなるのか。貯金は減ると思ったらとんでもない、その分だけ貯金が増えたっていうのは、麻生さんの見通しが甘いってことなんですよ、これはね。お金に困ってることは少ないっていうのも、これも全然違います。麻生さんは全然経済が見立てられてない、国民経済分かってないってことなんですよ。いやー、財務大臣がこれで詰まっちゃうんですからね。誰がこんな人にやらしたんだって形ですよね。新型コロナ対策として全国民に配られた10万円の定額給付金について麻生財務大臣がこう文句を垂れ批判を招いている。当たり前で批判ばっかりしか出ないんですよ。ね、給付金が消費に回らなくてことが不満な麻生氏は、なんで配った金を使わねえんだと言わんばかり。10万じゃねえ、使うっていう金額じゃないですよ。あの、逆にね、私たちからいくら税金ぶん殴ってるんですか。こう5万とか10万なんて単なる税金のお釣りでしかないですよね。小銭ですよ、本当に。だから経済効果を出したいんだったら、この一桁、ね、100万とか200万配って初めてばらまきっていうんじゃないかなと思いますよね。SNS では、国民を舐めてるのかなど怒りの声が噴出。SNS だけじゃないですよ。事務所の方にも、舐めてるのかって電話いっぱいかかってると思いますよ。ね。言ってるでしょ？舐めてるでしょ？ね。下々の皆さんっていうぐらいですから舐めてるんですよね。で、生まれながらのセレブ麻生氏にとって10万はちょい飲み代しかないというね。で、ここからですよ。政治資金の使途を見ると金銭額の異常さがよくわかると、このね、組織活動費ってのがあるんですけども、この会合の名目のうち1回で10万円を超える支出はなんと73回、食事代だけで金額は合計2075万ですよ。いや、これね、私たちがね、10年がかりで使うお金じゃないですか、これ。ひどいですね。それでここなんですよ、私が知りたかったのは。例えば2月14日に東京銀座の有名寿司店、すき家橋二郎に26万。1回の会計ですよ。7月11日は赤坂の高級うなぎ店、重箱に約15万円を支出。高級クラブへの数十万単位の支出も目立つ。
ねえ、すごいですね。だから麻生財務大臣の行きつけの店は不況知らずってことなんでしょうね。いやーご立派。でコロナ禍で明日の生活にも困ってる人もいる。10万円程度は焼け石水です。本当に焼け石水ですよ。国はこの程度しか支援してくれないと感じる方が多いでしょう。私もそう思ってますよ。でね、こんな金額でね、ただ消費に回せってのは乱暴なんですよ。消費に回したら消費の分だけ税金がまたね、消費税かかってくるわけじゃないですか。だから消費税をね、なくすぐらいのその程度のことはやらないと何にもできないのと、あとはね、これ以上に死人が出てしまいますよ。麻生財務大臣が10万円のなんか重箱、なんかこんなうなぎ食べてる間に何人死んでると思ったんだよ。これはね、皆さん怒りの声上げてくださいね。ここです。かつて選挙演説で下々の皆さんと放言した麻生氏が要職に就き続ける限り国民は救われない。いいこと書いてますね。これが全てですよ。もうね、怒りを通り越して、怒りしか出てこないと。通り越してないですね。言うことは他にないですね、今回は。はい、いかがだったでしょうか。麻生財務大臣のお金の使いっぷり、気持ちがいいですね。いつか私の会社にもなんか使いに来てください。10万、20万、ポンポンとね。それこそ1ヶ月で2000万ぐらい、うちの会社に使っていただくとありがたいなと思いますね。まあ、今日はそのぐらいにしときましょうか。皆さんからの怒りのコメント、本当にたくさんいただきました。まるで私が怒られているような感じがしましたけどもね。麻生財務大臣に怒りをぶつけてください。それでは、今日も官邸にメール、麻生財務大臣に電話、財務大臣の事務所ですか。それから、菅総理の事務所にもお電話。これ日課にしていかないといけないですね。それでは、いってらっしゃい。